チャレンジして失敗を恐れるよりも何もしないことを恐れよ。本田宗一郎、本田技研工業創業者。うまくいかなくても、やったことは全部将来の自分のプラスになります。孫正義、ソフトバンクグループ創業者。間違いを犯したことのない人というのは、何も新しいことをしていないという人のことだ。アインシュタイン、物理学者。人を動かすには相手の欲しがっているものを与えるのが唯一の方法である。デール・カーネギー、評論家、著作家。人間、生まれながらにして偉人でもなく、王者でもなく、富者でもない。ルソー、哲学者。僕は声を上げることを恐れることはない。言いたいことを言うし、やりたいことをやる。結局はありのままの本当の自分であることが勝ちなんだと思う。マーキュリー、ロック歌手。簡単ではないかもしれない。でもそれはできないという理由にはならないんだ。ベーブ・ルース、メジャーリーガー。人間はみんなが美しくて強い存在だとは限らないよ。生まれつき臆病な人もいる。弱い性格の人もいる。メソメソした心の持ち主もいる。けれどもね、そんな弱い臆病な男が自分の弱さを背負いながら一生懸命美しく生きようとするのは立派だよ。遠藤周作、小説家。あなたが将来を予言する最も良い方法は、それを自ら作り出すことだ。ピーター・ドラッカー、経済学者。人は何度でも立ち上がる。立ち上がっては倒れ、立ち上がっては倒れ。その足元はおぼつかないかもしれない。けれども立ち上がったことは一生忘れることのない、かけがえのない記憶となる。
マハトマ・ガンジー、宗教家、政治指導者。人生をより長く生きようとするのではなく、限られた年数の中により良い人生を加えなさい。パスカル、哲学者、数学者。物事は明暗の両方面がある。私は巧妙の方面から見たい。そうすればおのずから愉快な念が湧いてくる。糸部稲造、教育者、思想家。あなたに見える限界の場所まで行きなさい。そこにたどり着いたなら、もっと遠くが見えるようになる。モルガン、J.P. モルガン・チェース、創業者。愚か者になる二つの道がある。一つは真実でないことを信じること。もう一つは真実を信じようとしないこと。キルケゴール、哲学者。あなたは物事を難しくも簡単にも楽しくもすることができる。すべては頭の中にあり、あなたの選択に委ねられている。セネカ、哲学者、政治家。できない、そう思って手に入ったものなんか何一つねえ。武井壮、タレント、元陸上選手。明日死ぬかのように生きろ。永遠に生きるかのごとく学べ。マハトマ・ガンジー、宗教家、政治指導者。何事につけても希望するのは絶望するよりも良い。可能なものの限界を測ることは誰にもできないのだから。ゲーテ、詩人、劇作家。最も長生きした人間とは、最も年を経た人間のことではない。最も人生を楽しんだ人間のことである。ルソー、哲学者。
私は失敗したことがない。ただ1万通りのうまくいかない方法を見つけただけだ。トーマス・エジソン、発明家。好きやったら好きで一生懸命やりなはれ。そしたら自然にできるようになる。あとはとことんまでやり抜くだけや。島井慎一郎、サントリー創業者。広い知識と深い心には痛みと苦しみが不可欠である。私は本当に偉大な人間は大きな悲しみを抱えているものだと思う。ドストエフスキー、ロシアの小説家。成し遂げようと決めた志をたった一度の敗北によって捨ててはいけない。シェイクスピア、劇作家。脱皮できない蛇は滅びる。同様に意見を変えることをやめた知性は途絶えてしまう。ニーチェ、哲学者。完全な幸福などない。人類はそうなるように作られてはいない。ヴォルテール、哲学者。なぜ変わる必要があるんですか？人は皆自分らしさを持っています。一度それを見つけたら、自分らしくあり続けるべきです。オードリー・ヘップバーン、女優。最後までご視聴ありがとうございました。またご視聴ください。